河野外務大臣。政府として早期に辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現したいという考えに変わりはなく、先月の2プラス2でもこの点につき再確認いたしました。政府としては今後とも地元の皆様のご理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、そして沖縄の負担の軽減を図るため全力で取り組んでまいります。岩井防衛大臣。はい、抑止力の維持とですね、そして、危険性の除去、この2つをですね、解決する道はこの辺野古への移設だというふうに考えておりまして、今河野外務大臣から答弁ありましたように、先月の2プラス2、日米2プラス2でも、そのことを再確認させていただいたところでございます。地元の皆様のご理解を得る努力を続けながら、一日も早く、普天間飛行場の全面返還を実現してまいりたいと考えております。いや、陽一君、質疑をまとめてください。はい、私は2010年まで議論をしておりましたので、その当時からですね、グアム移転協定、さまざまな資料をもとに、普天間の移転先としてはグアムである、それグアムがそういう施設を作っている、現実にそうなっております。で、こうした中でですね、この工事費用も工事期間もわからないような新基地建設をこの辺野古で行い、そして県民の反対の中ですね、押し切って本当に実現できるかわからないようなことを今、日本政府は行っております。しかしこれについて、なぜグアムにちゃんとしたものが出来上がってくるのに、そしてグアム移転協定でも抑止力は強化されると日米が合意しているのに、あくまで沖縄に基地を押し付けるという今の日本政府の態度は、ぜひ改めていただきたい。そのことを再検討していただくことを求めて質問を終わりたいと思います。単にご発言もないようですから、両県に対する質疑は終局したものと認めます。防衛大臣及び政府参考人はご退席いただいて結構でございます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。次に2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。なお両件の審査報告書の作成につきましては、これは委員長にご指示願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。はい、次に中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。ただいま議題となりました中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由をご説明いたします。この協定は平成30年10月にデンマーク王国のイルリサットで作成されました。この協定は健全な海洋生態系を保護し、並びに魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保するための長期的な戦略の一部として、中央北極海の公海水域における規制されていない漁獲を防止することを目的として、この水域における漁獲に対する予防的な保存管理措置の適用等について定めるものです。我が国がこの協定を締結し、その早期発効に寄与することは、このような目的に積極的に協力し、および我が国の漁業の安定した発展を図るとの見地から有意義であると認められます。よってここにこの協定の締結についてご承認を求める次第であります。何卒ご審議の上、本件につき速やかにご承認いただきますようお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。